ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も友達境界線続きやっていきましょう。おそらく今回で友達境界線は、ラストパートになるかな。それではやっていきましょう。さあでから不穏な空気朝日くん、あの日の続きをしようよ。行ってきております。どういうことかと申しますと、いわゆるなんだろう、そんなはっきりとは言えないけど怒られちゃうから、キス以上のね、キス以上の何かを今からし始めようと朝日くん提案してきております。うん、俺が思っていた結末と違うそれではやっていきましょう。大丈夫かな、もしかするとね、カットしたりモザイクするシーンあるかもしれません。なんでできる限り物語に影響しない程度にカットしたいとは思っているんですが、初見なんでどうなるか分かりません。はい、ごめんなさい。なんでそういう欠落した場所は私がね、説明下手だけどあのかいつまんで説明しようと思います。ほらね、猫くん、やめ、なんでお前が引いてんだよ元はお前が先に襲ったんだろうが。朝日くんが僕に詰め寄り、首に手を回してくる。首？殺す気が違うよね誘うように僕の首に這う。君の手が僕の欲望を煽る。さあまだ大丈夫これ以上になるとね、放送できません。朝日くんの綺麗な顔が迫ってきて、唇を塞がれる。うん、朝日くんとの関係が変わってしまう。え、それをでも猫屋敷くんは元からそれを望んでいたんじゃないのかね。猫屋敷くんが朝日くんに抱いた感情は恋愛感情なんで、これこそが朝日くんじゃないや、猫屋敷くんが望んだ結末じゃないのか変わってしまうって言ってるけど、え、元からこれを望んだね、望んでたわけじゃないのか。君と僕が友達じゃなくなる、いいじゃんそれが怖かったんだ。そうなのどういうこと。確かに恐怖を抱いてるのに、それでも僕の男としての本能が快楽を求める。それがとても怖い。僕は自分の中の欲望に抗えなかった。もっと朝日くんが欲しい。なんか嫌な予感がする。なんでベッドに横になっているんだい今から一体何が始まるんだい。大丈夫かなね、最悪カットだよ。容赦せんぞこのボロボックス容赦せんそういうディープな内容はね、うん、僕は朝日くんを保健室のベッドに組み敷いた。もう友達には戻れないよ。君の親友だった星野朝日は死ぬ。君は俺が欲しかったんだろうけど、君が欲した俺はもう死ぬのさ。君が殺す、それでいいんだねもちろんいいだろう。これこそがね、猫屋敷くんの望んだことだから。え、思っていた結末と違うね。なんかね、てっきり朝日くんに恨まれてね、そのまま猫屋敷くん殺されるかと思いきや、なんか朝日くん乗り気ですね。いいよ、いい流れよ。予想外の展開であるけど、いい流れ。構わないよ、まあそうだろうね猫屋敷くん的にはそうだろう。僕は吐き捨てるようにそれだけ言って、朝日くんのうるさい口を塞いだ。あ、ちょっと待ってまたかよ、またかよ、おしまい無慈悲、無慈悲です無慈悲なおしまい。え、何分だった？まだ5分ぐらいしか経ってない？ごめん、またやっちゃったね、またやっちゃったよ。この最終パート 4,5 分で終わりどうしてもね、初見だからさ、クライマックスね、エンディングまでの間合いがわからないんだよね。マジか。あ
オープニング画面が変わってはいるが、おまけとかいうものはなかったです。残念、無念。どうする、どうする。まだだって6分でしょ、6分経った。ちょっと落ち着こうぜ。ちょっと、何する、何する。わけもわからず今私は財布をいじっている。どうしようかな。うん、リクエストでも取っちゃう。ね、次する PL ゲームね、すぐとは言えませんが、ね、もし何かやってほしい PL ゲーム、 PL ゲームじゃなくてもいいんですけど、うん、ありましたらね、ご報告いただければ、できる限りね、反映させたいと思ってますので、どしどしコメントいただければ幸いでございます。ただやっぱり機材がね、思った以上に私機材揃ってないんで、うん、準備に時間がかかるかもしれませんが、うん、あとどうしても著作権の、ね、問題で、実況できない PL ゲームもございますんで、その辺、ね、踏まえた上でなるべく、ね、リクエストにはお答えしていきたいと思います。うん、ちょっと最近ね、PL ゲームあさりにそういうサイトにね、立ち寄ったりしてるんですけど、血染めの花の前の物語を描いているあの伝説のあの伝説のヤンホモ兄弟が主役であるね、ヤンホモ兄に愛されすぎて友達ができないの、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、新しいバージョンがね、出たみたいなんですよね。ただ実況できるかどうかはちょっとグレーなんですよね。なんかちょっと18禁版の体験版なるものらしいんで、これはちょっと実況できるかなと思ってね、ちょっと今実際になんだろう、初見ではないんですけど、ちょっと今からね、それダウンロードしてみて検討してみようかなとも思ってるんですけどね、できることならやりたいですね。久しぶりにあの兄弟に会いたいです。ただ内容が全く同じだった場合はね、ちょっとやってもね、前やったのと全く同じってなっちゃうとちょっと味気なくなっちゃうんで、どうしようかなと思っております。うんね、他にもやりたい BL ゲームたくさんあるんですが、どういうジャンル、ね、BL ゲームと言いましても一緒くたには言えませんので、結構ジャンルあるんですよね。純愛系とか、ね、そういう純粋なラブストーリー、そしてもう一つ私が大好きなヤンデレに襲われてしまう、そういうドロドロした BL ゲーム、ね、いわゆる狂愛というものでしょうかね、狂人に愛されてしまう BL ゲーム、歪んだ BL ゲームあるんですが、皆さんはどういった BL ゲームお好きでしょうかね。その辺もちょっとコメントいただければね、それに合ったね、BL ゲーム実況したいと思いますんで、ね、私はヤンデレ大好きなんですけど、おそらくですがね、リスナー様の方々もヤンデレ大好きじゃないかなと思っております。信じてますね、やっぱりヤンデレ最高っすよ。でも、なんだろう、やっぱり私の知らない、ね、BL ゲーム絶対にまだまだいっぱいあると思いますんで、ぜひ面白い BL ゲーム、ノベルゲームございましたらご一報いただけると幸いでございます。はい、ということで、何分経った何分経ったね、本当にさすがに10分そこいら10分未満で終わる実況はちょっと味気ないんでね、なんでどうしようか。最近なんかなんて言ったらいい、自社動画でもやっちゃうちょっとそれは怖いな、自社動画はしない方がいいかなとね、自分の中では思っているんですが、
どうです実写どうかってどうでしょうね。勇気を出して実写動画やってみる、やってみちゃう特別企画といたしましてね、登録者様2000人行きましたら実写動画やった方がいいかなどうだろうやんない方がいいか迷いどころですね。はい、ということで、うん、どしどしコメントいただければ幸いでございます。はい、ということで、次回からまた新たな PL ゲームやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今回この辺でさよなら。